はい、皆さんこんにちは、ワンナリングルフィッシュです。では今回はパワープロ2018の栄冠の続きをやっていきたいと思います。まあ、そこそこまで落ちてしまってるんで、まずはね、中堅に戻りたいなというところになります。で、新入部員はすでに入部済みなので、この後は夏の甲子園予選地区大会に向けて、各選手の能力の底上げをやっていくというところになります。まあ、全体的にはまあそれなりに高校の能力は高くなってきてるのかなという気はするんですけど、でアイドルに泊まった後は大きい練習をやっていきましょう。この中だと指立て伏せをやると赤マスに止まっちゃうんで、守備連携かな。お、豊川スタミナもだいぶ上がってきたな。となると変化球だな。いや、アイドルは本当にいいですね。一気に能力上げてくれるからな。お、練習試合の持ち込みが来た。待ちに待ってた練習試合の申し込みだな。中堅高校とやりましょう。ここで中堅に勝てば評判も中堅に戻れるんじゃないかなって気もするけどね。まあ、ここは普通に行きましょう。
まあ、先制点は取られたくないからな。ここも2アウトランナーなしなんで、まあ普通に行きましょうと言ってると2球で追い込まれちゃうんだよな。最後はスライダー空振り三振で、ワンアウトランナー三塁一塁のピンチか。ここは何としても0点で終わらせたい。わ、これは抜けていくぞ。いや、追いつくな。ただ、犠牲フライにはなっちゃいますね。2点取られてんの？フォアボールか。ここはちょっとゲッツー狙いでいく？お、ダメだ。抜けていくか。ランナーは帰ってくるな。ちょっと豊川が打ち込まれてるな。制球がまあまだまだっていうところではあるのかな。さあどうする？ここはこれ以上の失点はちょっと厳しいからな。かといってね、残りのピッチャー陣が優秀かというとそういうわけでもないので、なんとか抑えてもらうしかないんですよね。さあ点を取りに行きましょう。よし、抜けていく。これでワンアウトランナー三塁一塁だね。まあ、1点ずつ返していきましょう。大きいのは狙わずに。抜けていくね。いいね。これでクリーンナップに3番4番5番へとつながっていきます。抜けていく。これでワンアウトながら満塁で4番平山か。ここは一発狙っていきたいよな。抜けていかないか。これはホームは、フォースアウトですね。ここは追加点がどうしても欲しいんだけど、一塁はアウトか。いやー、しょうがないですね。さあノーアウトランナーが一塁のまたチャンスが広がる可能性がある場面なんで、なんとか追いつきて逆転まで持ち込みたいけど、これで4番平山ちょっといいとこないからな。入った。もうこれは打った瞬間の当たりでしたね。三球三振。
いいね。まあ、低め中心の投球で行きましょう。追い込んだらね、三振狙いで臭いところをついていく。もうここまで来ると怖いのはね、ホームランっていうところになるんで。うわー、行っているそばからホームランか。そういえば甲子園の魔物があんまり、地方球場の魔物でもいいんだけど、いなくなってるな。魔物持ちが。うわ、ゲッツーはやだよ、ゲッツーは。うわ、送りバントの方が良かったかな、今更だけど。これはダメだね。いやー、ちょっと微妙なゲームしちゃいましたね。まあ平山の逆転ホームランまでは良かったんですけど、最終回にね、同点ソロを浴びてしまったのがどうにもこうにもというところかな。ちょっと困ったな。まずは、ホームチェックをして、またいで魚屋さんまで11で進めていく？で、OB のところに行きましょう。まあそこそこのまま地区大会予選に入っていく感じになりそうですね。さてどうしようかな。なんとかアイドルマスには泊まりたいんだよね。そうなると素振りを入れて勉強かな。まあできれば5アイドルを踏んだ後は練習5を踏みたいんですけど、
ちょっとな打力不足になってきてる感じがあるんだよね。なんでここに来てパワーを中心に練習メニューを切り替えていきましょうか。まあ、いきなりこの段階で方針変えるのっていうのはあるんですけど、さて、そうするとしょうがないな。本当はアイドルマス行きたかったんですが、ティーバッティングにしときましょう。いや、さすがアイドルマス、紅白戦の後だな。みんなめちゃくちゃ上がったな。勉強して平山のパワーが上がった。間違えた。間違えたよ。赤マスに止まってしまった。なんて愚かな。でまた日曜日にアイドルがいるんで、アイドルには泊まりたいですね。そしたらミートバッティングを入れよう。お、また木曜日にアイドルがいる。いいぞ。予選を前に能力が一気にみんな上がっていくな。しょうがない。ティーバッティングを入れよう。まあ、この公式戦1回戦負けっていうのは絶対にないから、ありえないからな。
まあここは梶川だろう。梶川に張り切ってもらおう。豊川の調子もいいんで、まあ1回戦はねコールド勝ちするぐらいの試合内容で決めたいけどな。さあ5番梶川ですね。相手ピッチャーいいの。チェンジアップシュートか、直球157キロ、スタミナ68、なかなか強力だぞ、このピッチャー。よし、抜けていく。さすが梶川だな。お、満塁で梶川か。しかも2アウト。どうする？ここは試合を決めに行こう。うわー、打ち上げたかー。キャッチャーフライ。残念ですね。これは進塁打にはなりましたね。進塁打には。よし、フォアボールで2番の今泉。これは危ない危ない。抜けていかないね。いや結構追い込むんだけど点が取れないっていう展開だな。で悪いパターンだよね。先制点を許してしまうっていう。よし、最後はストレート。ダメか。ゲッツーだな。チャンスの後のピンチはね、本当に危ないからね。よし、これは大丈夫だね。いや投手戦だな本当に。これはダメだな。お互いに打つ手がないっていう、どっちが先に点を取られちゃうかっていうところですね。速い球で内角を攻めよう。空振り三振。よし、これはピッチャーナイス反応ですね。ものすごい投手戦になってきてるけど、これに終止符を打ちたいな。これはゲッツーになるぞ。大丈夫だね。ちょっと梶川がいまいちだな。球が速いんでミートに変えていく。高校生で150キロ超えてくるからね。ボテボテだな。9回裏、ここは絶対に点は取られたくない。
わ、これは入るぞ。大丈夫か。危なかった。一塁はセーフか。三塁はセーフか。いや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 、危なくなってきたぞ。臭いところで勝負しよう。よし、うわ、大丈夫か。これは抜けていくか。抜けたか。いやー、当たりは打ち取ってただけにちょっと残念ですね。さあ9回裏の攻撃。村瀬か。どう、これは入ってくれ。よし、ツーベース。で、豊川には代打を送ります。三谷頼むぞ。三谷、これはこれはダメか。当たりはいいけど。さあ今泉だな。抜けてかない。いやー、マジか。甲子園初戦敗退か。まあ、ちょっと、まあ、残念ですけど、しょうがないですね。いや、初戦敗退か。まあ、それなりにいいチームに仕上がってきてたはずだったんですが、まあ、最終回でしたよね。まあ、ちょっとじゃあここはね、気持ちを新たにやっていきましょう。合宿まではじゃあちょっとプレイしちゃいましょうか。30分ね、もうすぐ来ますが。
さあ合宿だ。押し切りが流し打ちね。まあ流し打ちになったからっていうと流し打ちが上手くなるっていうよりかは流して打った時に切れにくくなるっていう内容ですからね。はい、というわけで、まあ、ちょっと残念ながら甲子園予選大会初戦敗退という結果になってしまいましたが、次回はねまた新チームを率いて頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。